サーブ37ビゲン a j 三3 7サーブ37ビゲンはサーブ35ドラケンの後継として1970年から1990年にかけてスウェーデンのサーブによって生産されスウェーデン空軍のみによって運用された戦闘機。対地攻撃任務主体型のアージ三3 7に始まり偵察型の SF37SH37 や 戦闘任務主体型の JA37 などへと派生した。なお、愛称のビジェンは英語のボルトである。なお、日本語のカタカナ表記としてはビッケンもある。垂直尾翼を倒した状態ドラケンの後継機の基礎研究は1952年から1957年にかけて行われた。前作のドラケンに続き核攻撃を受けて、 主要な航空基地が能力を失っても、通常はシェルターに格納しておき、一旦有事には高速道路のような非正規の滑走路からでも、迎撃可能な優れたエストール性を有する剣道な単発戦闘機という開発目標が掲げられて、試作機は1964年に製造着手、1967年に初飛行した超音速迎撃機に、 エストール製を付与することに初めて成功したドラケンだったが進むくと同時にいくつかの問題点が明らかになった。特に航続距離、対空時間の短さ、完全無尾翼機ゆえのスーパーストール癖による飛行安定性の悪さ、離陸時に路面舗装を痛めるために同じ場所へ帰島できないことなどで FMV はドラケンの優れた能力を維持しつつ、 臨時滑走路が高温のジェット排気によって損傷しないよう小さな迎え角で離着陸できる能力、航続距離の延伸、マルチロール化などさらに過酷な使用を提示した。こうした地政学的要求を達成するため、ドラケンで世界初のダブルデルタ形式の翼平面型を実用化したサーブ車はデルタ翼にカナードを付加するという またもや当時としては前例のない独自構成を選択した。無備翼機には高揚力装置の負荷が困難で揚力を大きくする必要がある際は大行角を取る必要がある。だが機種を上げるためにエレボンを上げるとそのエレボンは同時に揚力を減少させる働きをするという矛盾がある。また行角を大きく取ると失速の危険があり一般道路での離着陸時には ジェットエンジンの高温の排気で耐熱補装が施されていない路面を溶かしてしまう弊害もある。そこで主翼前方やや髪型に小ぶりの翼を配置し低速大行各自に発生する主翼上の下流を積極的にコントロールすることで失速を回避する。またカナードに昇降打を移動することにより主翼公園の動力は純粋な補助翼とできるため 通常尾翼形式の主翼と同様に、高揚力装置を付加することが困難ではなくなる。さらに、これによって、エレボンを使用する際の矛盾を回避できるため、操縦性も改善された。この目論みは成功し、ゲン以降、カナードとデルタ翼の組み合わせは、ミラージュ3を改良したクフィルや、第4世代では、ゲンの後継機グリペンを始めたい風味や、 ラファールなどの欧州機を中心に、他のジェット戦闘機の間でも流行した。比較的大面積のカナード自体が常時揚力を発生する点は、一種のタンデム翼機ということもできる。存濁の牛舎などを模したシェルターに格納するため、全幅が切り詰められ、ドラケンと同様に、同時代の競合機に比べ一回り小型に収められた、結果、幾分改善されたとはいえ後続距離はさほど、 向上していない。また、垂直尾翼を左側に倒す機構も採用し、山中に設けられたシェルターにも収まるように配慮された。これは格納スペースの制約が多い関西機には採用例があるが、陸上機では微玄のみである。JA37 のコックピットアメリカとスウェーデン間の軍人技術協力に基づき、微玄の開発にあたってはアメリカからの技術供与が、 開始された。アメリカは安全保障政策の一環として、スウェーデン南西海岸に派遣中のポラリス、SLBM 搭載原子力潜水艦を防備する強力なスウェーデン空軍を望んでいたが、その一方で、世界有数の超音速戦闘機ドラケンを自力開発した中立国スウェーデンが軍事産業をさらに発展させ東側諸国にも、 ハンドを広げることにくさびを打ち込む側面もあった。動力には低バイパス比ターボファンエンジン RM8A と RM8 バイトを採用したが、これらは本来ボーイング727など民間旅客機用のプラットホイットニー JT8D に, D にスベンスカフリグモーター車がアフターバーナーを後付けるなどの改造をしたものだった。これは JT8D の原型である。 J52 の輸出禁止措置解除が果たせなかったための苦肉の措置である。RM8A ではファンと低圧圧縮機がそれぞれに4段であったが、RM8 バイトではそれぞれ3、3段に変更され、重量と推力がともに若干増大している。また着陸滑走距離を短縮するため、制空戦闘機では極めて異例なスラストリバーサーを独自開発して追加し、 約500メートルという急精度を実現している。このスラストリバーサーを地上で動作させれば自力で後退も可能であるため展開できない道路上に着陸しても離陸に必要な距離まで後退できる。ちなみにアフターバーナーとスラストリバーサーの両方を持つ戦闘機、攻撃機はビゲントトーネードしかない。滑走路ほど状態の良くない道路での運用と 重量対策のため、膠着装置は全部を並列二輪、後部を直列二輪としている。蒸気のような道路上での離着陸を想定した、構造強化と装備の追加により大きさの割に重量が増え、離着陸に耐えられる強度を持つ道路は限られていた。後継のグリペンでは、機体の小型化や装備の簡素化によって、エストール性能よりも軽量化を重視したことで、 実際に運用できる道路が増えている。スウェーデン空軍博物館にあるシンクの美言、スウェーデン空軍による最初の運用部隊は1972年に第7航空団ソーテネスで編成され、対地攻撃任務中心型のアージ37を運用した。A は攻撃、J は戦闘任務をそれぞれ表している。108機のアージ37と18機の 複雑練習機型 SK37 の引き渡しに続き、28機の写真偵察型 SF37 と28機の海上監視型 SH37 が引き渡され、それぞれドラケンの偵察型 S35 と乱戦の偵察型 S32C を代替した。微限派生型の最終タイプは、迎撃任務中心型の JA37 であり、 1974年9月27日に初飛行し、149機が1980年から1990年にかけて引き渡された。ビゲンに対しては、コックピット周りと並走関係を中心に、何年にもわたって様々な回収が行われたが、後継世代である JAS39 グリペンの登場と、共に段階的に姿を消していき、 2005年11月25日の飛行を最後に退役した。ソブでは輸出型のソブ 37E を設定し、ユーロファイターの愛称でヨーロッパをはじめ世界各国に売り込みを行っていた。運用柔軟性は非常に高く評価され、アメリカでは軽量戦闘機計画の候補の一角としてその名が上がり、共に境外かつ平地の少ない国土である日本を含め、 世界中で購入話が持ち上がったが、結局輸出はなされず運用者はスウェーデン空軍のみに止まった。失敗の理由として、スウェーデン政府が非民主化諸国に対する兵器輸出を比較的厳しく制限したこと、開手国がスウェーデンにとって、このましからぬ軍事的衝突を起こした際に、継続的なサポートや部品供給がなされるかという不安。 大国からの強い外交圧力などが挙げられている。インドへの輸出が検討されていた1978年、アメリカは RM8、JT8D エンジンの再輸出許可を与えないことで、間接的に微減の輸出を妨害したため、インド空軍は大替としてジャニュアを購入する結果となった。これと類似したケースとして、イスラエル製のクフィルも、 アメリカが J79 エンジンの再輸出許可を出さなかったことが一因で、輸出はエクアドル、コロンビア、スリランカの3カ国に止まっている。航空自衛隊も、ビゲンを第二次 e X の候補の一つに挙げ調査団を派遣したが、対地攻撃とエストール性を重視し、航続距離を犠牲にした設計であり、航続性能を重視する日本の自衛隊が求める。 防空戦闘機としての能力は、ドラケンを上回るものでないこと。当時としては、革新的なデザインで得意な飛行特性とされる。一方で詳細が不明という不安。日本では、馴染みの薄いスウェーデン語から翻訳したマニュアルの、正確性という語学的障壁。それに加えて、上記の遠隔サービス体制が懸念された。最終的に、航続距離。 対空時間が短すぎると判断され採用には至らなかった。しかしながら続く第3次会 X においても一種の当て馬ではあるが、再び候補機として挙げられているなど、衛星中立を国税とする国の開発した戦闘機に対し、航空自衛隊は関心を示していた。諸言性能武装諸言性能武装、ありがとうございます。